最高説の雷いかに渡んだ目の綱この度堀川は一条戻り橋あたりに怪物現れ庶民に悩みをかけると聞くあれの幸いにも一条には大罪切手の名字安倍の生命ありさればこれより清明殿の館を訪ねるほどに男児は我に従い参るべしこらえ申して候思われるで逆に、はい、お客さんに。お
おいであんたは何しに来ちゃった乱光様の付き添いで。ああまあ付き添いか。そうなんですよ、ツナ言うてね。ああ渡辺のツナ言うて。ツナ鍋の渡言うのか。ツナ鍋の渡ではない。ではない、はい、渡辺のツナでございます。ああ、まあまあ座れ、まあ座れ、いちいち遠慮するな、座れ。ツナ君座れ座れ、お前はどうしよう、座れ。はい、おいでわし何を見言うて戻り橋の方で怪物が現れる言うて、言うてちょっと占ってもらおうかなと。ああ、おいでうちに来たわけか。そう、まあ、電話ぐらいしてこいよお前。かわいいよ、まあ、これは失礼。ハロわしは英語も言うやろと。よっしゃ、おいじゃ、まあ早ようにの、はい、今日は占っちゃろ、占っちゃって、ちょっと待てよ。よっしゃ、裏にええのがあったけど、はい、よし、ちょっと待っていいよ、占っちゃおう。よいしょよいしょ。あの日の話、ちょいちょい歌う歌う。何かあの、気が散る系。はい、すいません、気が散る系や、占い中でございました。気が散る系、ベタベタ言わんの。してたら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 に、うん、はい、お見えてきたぞ。はい、うんうん、ここはお客さん休憩時間だけど、本気で見ちゃうから。よいしょ、おいおい、こりゃこりゃわからんぞ、こんな、こりゃやれやれ、見えよ、あんた見えんかよ、これ見えんか、ここ出たろ。私もちょっと目が悪いもので。じゃあまあ頭かけて。ええんですか。頭かけじゃわからん。はいはいはい、あんた、よく見えますね。あんた、はい、よく人は見ません程度、前出てみ、前、顔見てもらえ。見えます。そうだろう、はい、これ見えよ、お前。ああ、うん、あ、これやれば、これだけですね。俺はやれんぞ、お前や。どうぞ、こりゃこりゃの、この陰陽師の占い、今見たかの。セレさん、僕も見たいです。お前、見んで。いい方がいいよ、いい方がいい。こりゃお前大事だ、来光さんよ。うん、どう、やばい、こりゃの、夜な夜なの大山に住むの鬼がの悪さはしに出よる、あがゆって出とる。こりゃやれんぞ、ほいじゃがの、はい、はあ、ほっときゃこりゃ都へダメになるぞ。大事だ。おう、おいでの、今週もそうだったから来週も週末には台風が来るぞ、これ。おい、あ、そこまでわかる、わかるの、おいだけの、うん、みんな神楽楽しみにのお祭りでの段取りしとってもの、台風が来てこの主催者がどうやるかいうことよ。それは大事だね。外までは見えん、その主催者の気持ちまでは見えんがの、はい、これ雨が降るぞ、そこまで出とる雨が、うん、おじゃけまお客さんものどこ行くか屋根があるとこ行きんさいよ。ほんま、こりゃやれんど。おいでの、話は戻るんだがの、はい、戻ってよ、話はの、うん、あれ前後賞するがの、はい、これ大山の悪い鬼が出てくる、さっき言ったかよ、それは聞いたような、言うたの、はい、これはほんまほっとっつりゃ、うん、ないよ、はい、都がやれんことになるぞ。いやいや、そこまで聞いた、聞いたか、聞いた、はい、おじゃの、はい、これをガンガン退治しに行くいうんや。そう、それをね、お、誰が退治しに行くいうんだ。渡辺の綱君はね、強いでね。あ、渡辺の綱さんが行くのよ、こんな。そうですよ。ああ、おじゃの、はい、あんた行くんだったらの、わしがいいもんやろう。
ちょっと待てよ。よいしょ。やれやれ。いや、よいしょ。陰陽道の霊術のの、式神いうものをやっけ。式神。おちょっとぐらい歩き回ってみよう。綱よ、よく聞いとけよ。はい、はい、よっしゃ、これだ。これが陰陽道の霊術のの、式神いうものやっけ。近いね。戦うときにの、鬼が出て戦うときにの、これを年齢の手からの、ペロッと投げてみ。これ、投げれんことないです。手なら。でかくないですか。わなき、まあ、これどんな頻度を言うのモテようが。ねえ、モテるよね。モテる。誰かがあのキャラなんだ。お邪魔、これダメか。これ携帯用が欲しいですね。おじゃちょっと待って。はい。あっちあったかいのこれ。大丈夫ですかいの。お、あっちあったかい。よいしょ。はい。あ、あったあった。これじゃこれじゃ。この札の同じものが書いてある。お、おいこの札の。つなよ。見えるか。お。見えるか。よく聞いとけよ。よく聞いて。やり方を。やり方をよく聞いとけよ。こんなメガネをかけられんのか。緊張してから耳の前へ行くやから。どう見えよ、入らんのそういうつまらんの。ちょっとつけます。じゃあ、ほんま隊長が歩いて帰るか。ちょっと待ってください。やっぱどうしても耳の、どうしてもお前がかけりゃご飯ですよみたいなの。砂だけにうまい。おでも、それをお前やれんときにそれを投げ込んでや。したらの、陰陽道の式神いう鬼神が出てくる。この鬼神いうものが、そもそもわしの手足として操れる陰陽道の霊術の鬼神なんだ。はい。おう、これはの、青龍白虎朱雀玄武六方刀鎮東田鬼神天空大院天皇大将、これ十二神将言うての拍手もなんもなあだ。一個もつまらずに歌うに拍手もなんもなあ。まあそこのところで拍手をもらおうともわしゃさらさらもん。おじゃもう一回拍手が欲しいって言うだろ。ああ言うじゃん。もう一回。青龍白虎朱雀玄武六方刀鎮東田鬼神天空大院天皇大将言うての。前なんですよ。これを英語で言ったら言えれんけど、おいたらまあこれをの、あ、やばい時に投げてみや。おいたらお前助けてくれるけ。はい。おいたらなんとかの五分五分で鬼とできやせんか。五分五分です。おあれ油断しとってみや。お前食われるの。食べられる。ほんまおいたらそれはやばい鬼だけど、ああ俺は怖いよ。これはあんた一人では心もとない。あんたわしが言ってから叩き切ったるんだろう。風邪をひいとるけやんとこ。あ、おいじゃもうぼちぼち帰る時間かいの。犬の散歩せんなりけん。おい、何時帰るの。おいじゃ帰らなきゃいけん。おいじゃまあ、おい、あんたどこ行くんかい。あんたどこも行って行ってかな。そうですよ、僕はもう戻り橋の方には関係いかんだろ。ほいじゃあちょっと片付けるもん出こうせ。はいはい、出こうせ。はい、の一緒に帰ろうか。お犬か斉藤さんかわからんか。あそこお姉さん。はい、ほいじゃあお前行ってこいよ、気をつけて。これはありがたしもったいなし。おいおい、どうぞ。はいはい、ええどうぞ。礼はいい。おう、されば急ぎあたりを伺わやぞと思うなり。
Thank you.
Thank you.
第一幕は戻り橋大森ファミリー大森劇場と呼ばれます大森神楽団独自の